聴いただきありがとうございます。ではりんちゃんかいちゃんのご飯、ちゃちゃっとご飯作っていこうと思います。キャベツです。人参です。はい、ミニチョッパーに投入します。キャベツをミニチョッパーに投入します。人参です。高くなりました。近所のスーパーのプライベートブランドのウェットフードです。美味しそうですね。食べやすいようにしました。あと盛り付けるだけです。さっきのウェットフードです。半分ずつ大体はい、ちょっと待っとってよ。さっきのみじん切りにした生のキャベツと人参です。リンゴ酢を小さじの半分かけたいと思います。で、あとはお水です。よく混ぜて出来上がりです。いや、いいね。はい、行くよ。はい、ご飯。はい、お待たせしました。ご飯ですよ。お砂糖のご飯。お砂糖ご飯、イエーイ。美味しそう。ミートミート、あー、ペロペロペロ。いいよ。はい、良さそうだね。
美味しかったね。よかったね。あれ赤いじゃんこれ。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いいたします。